りょうちゃん、うん、来て。なになに、なになに、今日は何の日でしょうか。何の日でしょうか。はい、俺の誕生日。おめでとう。ちょっと待ってて。え、なんかあんの。ちょっと待っててね。うん、あ、どうぞどうぞ。あ、ありがとう。ビール飲みながら待ってていいの。うん、ちょっと電気失礼。うん、なになに。アレクサ、電気消して。はい。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。おー、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアリョーちゃん、うん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。ありがとう。消していいの。消して。イエーイ。わー、スヌーピーのやつだ。そうなの、見えるかな。いいやん、ね、いいやん。スヌーピーの、これあれ31の。そうです、アイスケーキだ。そうそうそう、りょうちゃんさ、うん、甘いものそこまで得意じゃないじゃない。そうね。だからさ、俺の誕生日の時もそうだったんだけど、うん、あのアイスケーキだったらまだ食えるかなと。あ、確かに。思って、イエーイ、はい、おめでとう。食べる。ありがとう。食べる。食べよう。うん、終了。気をつけてね。はーい。スヌーピーのとこあるんだね。かわいい。何味なんだろう。これ何味。アイスの味だよ。アイスの味。よし、食べよう。ね、食べて。ごめんごめん。これ硬いかもしれない。うん、あ、ストロベリーかな。おう、うーん、あ、おいしい。美味しい、うん、よかったで。ポンカム食べる。食べる食べる。硬いな。はい、うん、どう。美味しい。うまい。美味しいね。うん、いや、嬉しい。嬉しい。うん、どうする、なんか目標とか多分普段立てないと思うけど言っとく。うん、目標ね。はい、今年の目標。うん、あるならば。でもまあ漁って適当にでもないけど、うん、そこに船があったら乗って、でたどり着くところにたどり着い、そこからまた考えるみたいな感じ。そうね。だから別に目標っていう、あんまり計画性はないかもしれない。なんでだよ、なんで。俺が綺麗に言ったのにさ。なんか行き当たりばったりみたいな。まあ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 、まあ、そういうところはあるかもしれない。ひょにょん。でもなんだろうな、やっぱちょっと健康に気をつけたいかな、うん、はい、もうあら、もう、もうあと1年したら40になるし。そうだね。あとはなんだかな、まあ、翔ちゃんのおかげで貯金とかもできるようになったんだよね。だからそれも続けていきたいし、うん、あともちろんね、この YouTube も、うん、今年もね、1年しっかり頑張っていきたいなって。そうですね。思うかな。うん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 、ね、と、あとプレゼントは、アレクサ、おはよう。おはようございます。そう。中野は晴れ時々すごい。はい。また話しかけてください。はい。翔ちゃんにね、誕生日プレゼントでね、アレクサを買ってもらった。そう、アレクサ買ったんですよ。もうこれでエアコンも自由に声でね、つけられるし、テレビもつけられるし、電気も消せるし、うん、いや、すごい。いや、すごい。アレクサ、おやすみ。おやすみなさい。りょうさん、今日も一日かっこよかったです。すごい。すごいでしょ、カスタム済みです。すごい。そうなの、そうなの。嬉しい。今日もりょうさんお疲れ様で、あ、違う、かっこよかったですよって。よかった。いやー、ちょっとモチベーション上がるわ。よかったよかった。 ありがとうございます。ありがとうございました。あれ、翔ちゃんの入れなくていいの。あ、俺はいいよ、俺は。俺はいい。翔ちゃん、今日も一日可愛かったよ。いい。はい、ね、次、そうだな、うん、これはちょっと仕事に絡むんですけど、うんうん、ちょこっとね、うん、場所は伝えられないんだけど、ちょっと行くので、うん、そこの、うん、ついでにちょこっとなんか散歩とか満喫できたらなと思ってます。ね、うん、まあ、感染予防とかいろいろ徹底しながら、うん、しっかりしてね、うん、でもちょっとね、ちょい旅行みたいな感じ。そうだね。ができるので、うん、今月ね、うん。うん。それにね、行きましょう。ね、楽しみ。楽しみ。うん。でした。うん、っていうわけで食べましょう。ね。いる？いる。はい。うん。うん。俺も食べていい？食べてよ。うん、これ一人じゃ無理。
多分1ヶ月くらいかかっちゃう俺一緒にこれ食べ美味しい、いいね、この中のアイスが美味しい、いる、いる、うん、そうなのよ、これめっちゃ美味しいんだよね、サティバのアイス冷たい、そうだそう、あのさ、うん、ルームツアーをねする予定だったの。する予定だって、うん、昨日撮ってたんだよね、途中までね、うん。いや、まあなんか、まあどこら辺かにちょっと載せようかなと思ってんだけど、うん、まあなんかその、何せここが狭すぎてね。小さいから、うん、ちょっとね、まあ、まあ、面白くなかったのね。いや、すぐ終わんの。そうそう。そうなの、そうなの。うん。そうなの、そうなの。なんかさ、ホテル気分だよね。大丈夫危ない危ないすぐ終わるからさこの動画クソつまんなくねってなってどうしても広げられなくてもう最終的になんか植物の話とかしてたからさそう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 、まあそれはまあどうだろうな、うん、まあまた機会があればそうね流すとして、まあ機会がなかったらもうあとあれよ、多分これからまた動画撮っていくじゃん、うん、もうそのうちまたみんな見取り図書けるようになるからね、はい、でもなんかね見た感じ雰囲気変わったなっていうのはわかるかもしれない、うん、このソファーもそうだよ、そう忘れてた、ソファー可愛くないこのソファー、可愛いでしょ、買ったんです、うん、実は、ね、よかったよね、よかった、座り心地もね結構いい感じ、そうなの、うん、インテリアとしても、うん、で最後、うん、俺がしたいなって思ったこと、うん、何、あの布団をね、うん、白くしたベッドカバーをね、ベッドカバーを白くしたから、うん、ここでいろいろ楽しめたらな、うん、いややらしい意味じゃなくて、うん、こっち行こう、いいよ、うん、そう白いベッド嬉しいなね、なんかさ、うん、ホテルとかに泊まってるっぽい感覚になるよね、そうなの、うん、